ニューヨーク植民地、ニューヨーク植民地、ニューヨーク植民地 A、プロビンスオブニューヨークは17世紀中頃にイギリスがオランダ領、ニューネーデルラント植民地を占領した結果として始まった植民地ある。その領域は現在のニューヨーク州大半とニュージャージー州、デラウェア州及びバーモント州を含んでおり、またコネチカット州、マサチューセッツ州及び メイン州の内陸部が含まれいた。この植民地はオランダから勝ち取った1664年に、イングランド王チャールズ2世紀の弟、ヨーク公ジェームズにちなんで名付けられた。ニューヨーク植民地議会は1776年に、それ自体がニューヨーク国政府であると宣言して、実質的にイギリスから分離し、翌年ニューヨーク憲法を批准した。 アメリカ独立戦争中、イギリスが北アメリカにおける活動の軍事と政治の基地としてニューヨーク市を占領する間、イギリスの総督が事実上統治したが、元植民地の残り大半はパトリオットの手にあった。ニューヨークのいかなる部分においても、イギリスの権益は1783年のパリ条約で終わった。このイギリス領植民地は、 元オランダ領ニューネーデルラント植民地内に設立された。ニューヨーク植民地は1683年11月1日22の軍に分けられた。1772年3月12日設立の2軍。1665年3月、ヨーク港ジェームズはニューネーデルラント植民地と現在のメイン州を含むオ横領植民地の特許を得た。この特許上には 現在のマサチューセッツ州の一部も含まれていたが、マサチューセッツの特許上と矛盾していた。特許上では伝統的領主権を認め、その権限にほとんど制限を課していなかった。一般的には所有権、支配権及び統治権を与える土地の譲と証書にしく、その統治はイギリスの法律に一致しなければならないという制限があるだけだった。ヨーク港が、 この植民地を訪れることは一度もなく、その支配にほとんど口を挟まなかった。自分で指名した知事、議会及び他の役人を通じてその政府を管理するやり方を選んだ。選出された議会に関する規定はなかった。ニューネーデルラント植民地は1664年8月27日にオランダから奪った。この占領は1667年7月の ブレダ条約で確認された。1665年、ニュージャージーがニューヨークから別れ別の植民地になったが、その境界は1765年まで確定されなかった。1667年、コネチカットの西半分がニューヨークから分離され、コネチカットに統合された。1673年7月、オランダ艦隊がニューヨークを奪還し、 1674年2月のウェストミンスター条約でスリナムとの交換でイギリスに戻された。1674年7月にヨーク公は2回目の特許状を得てその権利を完全なものにした。初代知事リチャード・ニコルスは、いわゆるデューク法を書いたことで知られ、これがニューヨーク植民地で最初に編纂されたイギリス法となった。イギリスは、 ニューロシェルの設立者を含め不満を抱く、キリスト教習派の者たちを迎え入れるというオランダの政策を継承した。デューク法では無宗派の国教会を作り上げていた。アンドロス知事は1674年に、どんな宗教であれあらゆる人々があなたの権限範囲内で正室に暮らすことを認めると言った。イギリスはオランダに代わり、名約の鎖と呼ぶ協定で、ヌーベルフランスに対する、 色恋連邦との同盟を結んだ。1683年10月に植民地議会が創設された。ニューヨークはイギリス植民地の中で議会を作ったことでは最後のものとなった。この議会で1683年10月30日にニューヨーク憲法を成立させ、この種のものとしては植民地の中で最初になった。この憲法では ニューヨーク住民に代表なき課税からの保護を含み、他の植民地人集団よりも多くの権利を与えた。1683年11月1日、政府が再編され、植民地は12の軍に分けられ、そのそれぞれが町に小分割された。これら軍のうち10軍は、現在も存在し、2軍、コーンウォール軍とデュークス軍は、スターリン博からヨーク港が購入した領域内にあり、 現在は、ニューヨーク州内になく、条約によって、デュークス軍は1686年に、コーンウォール軍は1692年に、マサチューセッツ湾植民地に渡された。軍の数は62まで増やされ、ニューイングランドの場合と類似して、ニューヨーク州の町は、軍の中の小区分であるというやり方が、踏襲されている。1683年の議会立法で、 キリスト教徒であることを明言した植民地内の当時の外国出身のものすべてを帰化させた。移民を奨励するためにキリスト教徒であることを明言する外国人はその到着後に要求される忠誠を誓えば帰化されるものとした。ニューヨークは1685年2月にヨーク公がイングランド王ジェームズ2世となった時に王領植民地となった。ジェームズ2世は ニューヨーク憲法を承認せず、1685年10月に、その無効を宣言した。直挙議会は1685年以降、開かれなかった。1688年5月、この植民地は、ニューイングランド自治領の一部となった。1689年4月、ジェームズ2世が名誉革命で廃位されたという知らせが、入ったとき、 ボストン住民はその政府を廃止し知事を投獄した。ニューヨーク植民地は後に、レスラー反乱と呼ばれる反乱を5月に起こした。フランスとのウィリアム王戦争が始まり、フランスがスケネクタディを攻撃した。7月、ニューヨークはモントリオールとケベック対する攻撃に参加したが失敗した。新しい知事ヘンリー・スローターが1691年3月に到着した。 スローターはジェイコブ・レスラーを逮捕させ裁判にかけて処刑した。ニューヨークの直居と憲法は1691年に復活しニューヨーク州の創設まで植民地憲法であり続けた。1690年代ニューヨーク市は植民地の中でも最大の奴隷輸入港となり、また海賊に物資を供給する港となった。 1702年から1713年のフランスとの安城戦争の時、ニューヨーク植民地は軍事的作戦にほとんど関わらなかったが、イギリス艦隊への物資供給者として恩恵を受けた。ニューヨーク民兵隊は1709年と1711年にケベック攻撃に参加したが、どちらも失敗した。 パラダインドイツ人移民の最初の波が1710年に訪れた。当初それら移民は船舶用資材の生産に充てられた。最初の新聞は1725年に始められた。1712年と1741年にニューヨーク市で2つの著名な奴隷反乱が起こった。1720年代から1740年代は多くの奴隷が輸入された。 イギリス領植民地としてニューヨークはジョージ王戦争でフランスと戦った。議会はこの戦争の戦費を完成するものと決められほとんど支援はなかった。ルイブールに対する遠征軍を立ち上げるためにニューヨークにも要求があったが議会は軍隊立ち上げを拒否し形だけの3000ポンドを用意した。議会は戦争がケベックとの貿易を妨害し 税金が高くなるために戦争遂行に反対した。1745年フランスはニューヨークのサラトが開拓地を破壊し、100人以上の人々を殺害、または捕虜にした。この攻撃の後で議会は情報するようになり、1600名の部隊を立ち上げ、4万ポンドを用意した。ニューヨークは植民地内に常に4個中隊を駐屯させたことでは、 大陸の植民地の中でも得意な存在だった。その部隊はほとんど使われず、1763年には解体された。1754年、オールバニでオールバニ議会が開かれ、イギリス領植民地との失敗した同盟計画について討議された。ニューヨーク北部はフレンチ・インディアン戦争の戦場となり、イギリス軍とフランス軍は それぞれの同盟先住民族と共にシャンプレーン湖の支配をめぐって争った。ウィリアム・ジョンソン卿や他の代理人が色恋族の参加をもたらした。1757年春にニューヨーク市で最大の強制長簿が起こった。3000名のイギリス軍が町を封鎖し、酒場や他の水夫が集まる場所で見つけた800名近くを長簿した。ニューヨーク市は 私略船の中心だった。1756年には40隻のニューヨーク船が私略船として収益し、1757年春にニューヨーク市にもたらされたフランスからの略奪品は20万ポンドにもなると推計れた。1759年までに海上からフランス船の姿が消え、私略船は敵との貿易に転用された。戦争の終結でニューヨークでは 厳しい不況が起こった。ウィリアム・ジョンソン教は、ポンティアック戦争の急戦交渉を行い、インディアンを、イギリス人のさらなる進出から守るために1763年宣言と、スタンウィックストリデ条約が作られた。1700年代の中頃、ニューヨークの政治では二つの大きな一家、すなわち、リビングストン家とデランシー家の競争が繰り広げられた。どちらの家も、 かなりの資産を蓄積していた。ニューヨーク議会議員の何人かはその地元に住むよりもニューヨーク市に住んでいたのでニューヨーク市はニューヨーク政界に過剰な影響力を持ってた。1752年の選挙でデランシー家の親戚や親しい友人が議会の定数27のうち12議席を占めた。しかし1761年の選挙ではデランシー家が議会の支配力を失った。 カドワラダー・コールデン知事は大きな一家に対抗するために大衆政党を組織しようとしたが、それで二つの一家の市内特権階級から憎しみを買った。リビングストン家はジェームズ・デランシーとその党派の影響力を制御する手段として王室との絆を頼みにした。デランシー家の王室との絆とみなされるものは個人的な利点のための道具になるわだった。 イギリスの議会は1765年の印紙法を成立させ植民地から金を取ろうとした。ニューヨークはすでに1756年から1760年まで独自の印紙法を成立させフレンチ・インディアン戦争の戦費をまかなってい。イギリスの印紙法に対する過剰な反応は地元での問題に関する反感の蓄積でのみ説明できる。ニューヨークは フレンチ・インディアン戦争終戦の影響で厳しい不況にあった。イギリスに対する貿易赤字、イギリスで信用取引を制限したための財政危機、及び通貨流動性を備えるための紙幣の発行を妨げる通貨法によって、植民地ではかなり締め付けの厳しい金融政策影響下にあった。ニューヨークは発端から各植民地における抗議行動をリードした。 ニューヨーク政界の両派も、因子法に反対した。10月、ニューヨーク市の現在は、フェデラルホールとなっている場所で、いくつかの植民地代表が集まり、対応を協議するための因子法会議を開いた。ニューヨーク議会は、アメリカ人が自ら課税する権利について、1765年12月11日に、イギリス議会会員に請願を送った。その前の8月には、 印紙税収税官に対する脅迫や殴打があちこちで報告されており、ニューヨークの印紙税収税長官は辞任に追い込まれた。印紙法は11月1日に発行となった。その前日にジェームズ・デランシーはバーンズ酒場でニューヨーク市商人の集会を開き、印紙法が撤廃されるまでイギリスからの輸入品をすべてボイコットする行を決めた。法反対を指導する中道集団は、 アイザック・シアーズ、ジョン・ラム及びアレクサンダー・マクドーガルが主導する地元の自由の息子たちだった。歴史家のゲイリー・ビー・イナッシュは11月1日から4日の全体恐怖と呼ばれるものについて下記のように書いた。歴史家のフレッド・アンダーソンはニューヨークにおけるボートの行動をボストンのものと対比させた。ボストンでは当初の不穏な行動の後でロイヤルナイン、 自由の息子たちの前身のような地の指導者たちが、ボートを制御することができた。しかし、ニューヨークでは、ボートが大部分船員で構成されており、彼らの多くは、地域社会との深い絆に欠けており、市内陸上の求心的指導者の権威に従う、必要性をほとんど感じていなかった。ニューヨークの自由の息子たちは11月1日以降、反対運動を制御しなかった。 11月1日、群衆はジョージ砦の指揮官、トマス・ジェームズの倉庫や家を破壊した。数日後に砦に保管されていた因紙がボートの手に渡った。ナッシュは自由の息子たちが、水夫、下級職人及び労働者を制御できたかどうかは疑わしいとし、彼らは低層の職人や同等の水夫が集まった時の恐ろしい力を恐れるようになったと知るし。 1766年1月7日、コネチカットに飲酒を運んできたポーリー号がニューヨーク港に係留され、飲酒は破棄された。1765年の暮れにかけて、飲酒法妨害行動は大半がニューヨーク市に泊まってたが、1月になると自由の息子たちがオールバニでも飲酒の配布を止めた。1766年5月、飲酒法撤廃の知らせが届くと、 自由の息子たちは自由の柱を立てて祝った。そこは大衆集会を休合する場所となり、アメリカの側についているという表彰にもなった。6月、イギリス軍正規兵二個連隊がニューヨーク市に到着し、上部兵舎に入った。この部隊が8月10日に自由の柱を切り倒した。2番目さらに3番目の柱が建てられ、その度に切り倒された。4番目の柱が建てられ、 同様なことを避けるために、鉄で覆われた。1766年、ニューヨーク市北方の田園地帯で、リビングストン家の荘園を中心に小作人の暴動が広がった。彼らは自由の息子たちが支援してくれることを期待して、ニューヨーク市に行進した。しかし自由の息子たちは道路を封鎖し、小作人の指導者は反逆罪で有罪とされた。 フレンチ・インディアン戦争の後半に、ロンドン、イギリス政府は、植民地広配置の警護と防衛のために20個連隊を維持する方針を承認した。これを実行するために制定されたのが、中屯法であり、植民地議会は、軍隊のために兵舎と物資の供給を求められた。中屯法はほとんど議論を呼ばず、ニューヨーク人は、軍隊の中屯について複雑な思いしていた。 議会は1761年以降毎年、弊社と食料を提供してきた。1766年の小作人暴動は、植民地で警察力が必要なことを示した。リビングストン家が支配するニューヨーク議会は1766年に中屯法を通し、ニューヨーク市とオールバニで弊社と食料を提供したが、イギリスの中屯法の大半を満たしたもののそのすべてを、 満たしたわけではなかった。ロンドンは植民地が完全に遂行しなかったために植民地議会を停止し、ムーア知事は1768年2月6日に議会を解散した。翌月、ニューヨーク人は新しい議会議員を選ぶ選挙を行った。この選挙では自由の息子たちの支持でデランシーケが議席を増やしたが多数までは至らなかった。 この議会は1769年にも中屯法の要求を満たさなかったことで一時的に停止された。1768年、マサチューセッツ議会で採決された手紙がタウンゼンの処方に対する反対のためにイギリスからの輸入品を普遍的にボイコットすることを要求した。10月、ニューヨーク市の商人たちはボストンやフィラデルフィアの商人たちも同意したその条件に同意した。 12月、議会は、植民地が、自分たちで課税を決める権利があるという決議案を、通した。ムーア知事は、その決議案が、イギリス法に合致しないと宣言し、議会を解散した。デランシーケは再び自由の息子たちの支持を得て、議会の多数を獲得した。1769年春、ニューヨークは、紙幣のボイコットとイギリス製品ボイコットの撤回で、不況にあった。 通過法によってニューヨークはあらゆる紙幣を撤廃することを要求された。ロンドンは紙幣の追加発行を認めたが、付帯条件が不満なものだった。ニューヨークはイギリス製品をボイコットしていたが、ボストンやフィラデルフィアを含みたの植民地はそうではなかった。デランシー家は紙幣の発行を認め、その半分はイギリス軍を養うために使われるという法案を通す。 ことで妥協に達しようとした。アレクサンダー・マクドーガルは自由の息子たちと署名したニューヨーク市とニューヨーク植民地の裏切られた住人に当ててと題するブロードサイド広告文を発行しデランシー家がイギリスの課税権を認めることで大衆の自由を裏切ったと非難する優れた政治宣伝となった。自由の息子たちはデランシー家からリビングストン家に その同盟先を乗り換えた。アレクサンダー・マクドーガルは名誉毀損で逮捕された。ニューヨーク市における自由の息子たちと軍隊の間の紛争は、1770年1月19日のゴールデンヒルの戦いという形で暴発し、この時、イギリス軍が1767年に建てられていた4番目の自由の柱を切り倒し、1770年7月、 イギリス議会がタウンゼント処方を撤廃し、ニューヨークで紙幣発行を認めるという知らせが届き、ニューヨーク商人たちはイギリスとの貿易を再開することを決めた。自由の息子たちは貿易再開に強く反対した。商人たちは自分たち中まで二度投票し、続いてニューヨーク市住民に個別に投票を促し、すべての投票結果は圧倒的に貿易再開を支持した。 これはおそらくアメリカ史の中でも最初の世論調査となった。ニューヨークはタウンゼント処方撤廃後平和だったが、その経済は依然として不況のままだった。1773年5月、イギリスの議会は茶法を成立させ、茶にかかる関税を切り下げ、東インド会社が密貿易者よりも安く茶を植民地に売り込めるようにした。この法は主に、 ニューヨークの商人と密、貿易者の利益を損なった。自由の息子たちは反対運動の組織者となり、1773年11月に、ニューヨークの自由の息子たち協約を出版し、茶法の指示に協力する者は誰でも、アメリカの自由の敵であると訴えた。その結果ニューヨークの東インド会社代理人が、辞任した。ニューヨーク議会は自由の息子たちが取っている。 長方機的権限に関しては何の行動も取らなかった。ニューヨーク市の自由の息子たちは、ボストンがいかなる茶の荷下ろしも停止させる考えであることを知り、この方針に従うことを決議した。協約が期待したほど支持を得られなかったので、自由の息子たちは、茶が揚陸されれば市民たちがそれを小売り用に配分されることを要求するのではないかと恐れた。12月。 ボストン茶会事件の知らせで反対運動が強くなった。1774年4月、ナンシー号が修繕のためにニューヨーク港に入った。その船長は茶が18箱乗せられていると認め、その茶を揚陸させるつもりはないと同意したが、自由の息子たちがお構いなしに船に乗り込み茶を破壊した。1774年1月、議会はについて、 他の植民地と対話を行うために通信委員会を創設した。1774年5月、ボストン港法によって、ボストン港が閉じられたという知らせが入った。自由の息子たちは、イギリスとの貿易ボイコットを再開しようとしていたが、大きな輸入業者からは、強い抵抗があった。5月に、ニューヨーク市で集会があり、通信委員会の委員選出が話し合われた。 50人委員会が形成され、これは中道者が支配的で自由の息子たちは15人を得ただけだった。アイザック・ローが議長になった。フランシス・ルイスが追加されて51人委員会になった。この委員会はボストンがアメリカの権利を守るために苦しんでいると述べ、また大陸会議を形成する提案を行う決議案を採択した。7月。 委員会はそのメンバーの中から5人を選び、大陸会議に送る代表とした。9月に開催された第一次大陸会議には、他の軍部のいくつかからも大議員が送られた。ニューヨークの大議員はこの大陸会議で、同盟規約の採択を止められなかった。この規約は、ニューヨークでは概して無視された。1775年1月と2月、ニューヨーク議会は、 第一次大陸会議の審議事項を承認する一連の決議案を否決し、第二次大陸会議に代表を派遣することを拒否した。ニューヨークは、第一次大陸会議の審議事項を承認しなかった唯一の植民地となった。大陸会議に対する反対は、植民地議会が不満の是正を求めるための適当な機関であるという意見を巻き込んだ。3月、議会は、 他の植民地とは決別し、ロンドンに請願を送ったが、ロンドンは母国が植民地人に課税する権限の欠如をうたっており、それが受け入れがたいとして請願を拒否した。議会の会合は1775年4月3日が最終となった。1775年4月、反乱者はニューヨーク議会の代わりにニューヨーク植民地議会を創設した。 歴史ントンコンコードの戦いの知らせは4月23日にニューヨークに届き、イギリスの議会が植民地に自己課税を認めるという噂があったので、この知らせは市民を当惑させた。マリナス・ウィレットに率いられた自由の息子たちは市役所の武器庫に押し入り、船長の武器を奪った。武装した市民は志願兵軍団を形成し、アイザック・シアーズの家を事実上の政府と、 民兵作戦本部として市内を統治した。ニューヨーク実行委員会は4月24日に召集され、その意見は我々は何を成す権限もないことを満場一致の意見とするということだった。ニューヨーク市のイギリス軍はその弊社を決して離れなかった。1775年10月19日、ウィリアム・トライアン知事はニューヨーク市を離れ、 海上のイギリス軍艦船に移ることを強制され、大陸会議が植民地の安全を危険にさらす者は誰でも逮捕すると命令したとき、事実上のイギリスによる植民地支配は終わった。1776年4月、トライアンはニューヨーク議会を解散した。第四期植民地議会は1776年7月9日に、 招集され、最初の憲法制定会議として知られるようになった。ニューヨークは1776年7月9日にアメリカ独立宣言を承認し、ニューヨーク国の独立を宣言した。ニューヨーク市は、ボーリンググリーンの常時賛成像を破壊して、独立を祝した。7月10日、第4期植民地議会は、ニューヨーク国予議院会議に名前を変え、 執行権のない議会として機能することとした。議会が閉会すると安全委員会に執行権を委ねた。ニューヨーク憲法は7月10日にホワイトプレーンズで招集された憲法制定会議で形作られ、繰り返し延期や開催場所の変更があった後で、1777年4月20日、日曜日の夜、キングストンでその作業を終え、 新憲法は一人の不満票のみで採択された。この憲法は、ジョン・ジェイが起草したが、住民に批准を求める手続きは踏まなかった。知事は指名ではなく、選挙で選ばれ、投票資格は厳じられ、無記名投票が導入され、公民権が保障された。1777年7月30日、ジョージ・クリントンが、キングストンで、初代知事に就任した。 1778年7月9日、ニューヨーク国は連合規約に署名し、アメリカ合衆国の一員となった。ニューヨークはアメリカ独立戦争の北部戦線に位置した。バンカーヒルの戦いの後で、1776年3月17日にイギリス軍がボストンから撤退し、ジョージ・ワシントン将軍は大陸軍をボストンからニューヨークに移動させたが、これは、 イギリス軍がそこに戻ってくると正しく予測した結果だった。ニューヨークは独立戦争では最大の海戦であり、独立宣言が発せられた後では最初の戦いとなロングアイランドの戦いの戦場となった。イギリス軍はニューヨーク・ニュージャージー方面作戦の1776年9月にニューヨーク市を再占領し、ジェームズ・ロバートソン指揮下で戒厳令を敷いた。 ただし、その実質的な権限は、マンハッタンの最南端委ンには及ばなかった、当時のニューヨーク地域。トライアンが、知事職に復帰したがほとんど実験はなかった。ニューヨークは、再占領後、アメリカのイギリス軍本部となり、北、アメリカにおけるイギリス活動の政治的中心となった。イギリス軍は広場にあった、自由の柱を切り倒した。ロイヤリストの避難民が市内に流入し、 ウォーラバート1の監獄船は、イギリス軍に捕まえられたアメリカ兵や、水夫の大部分を収容し、戦争中に戦闘で死んだ者を全て合わせたよりも、多くのアメリカ人がここで死んだ。イギリス軍は1783年11月の解放の日まで、ニューヨーク市を支配し続けた。解放の日はその後長く祝われることになった。 ニューヨーク知事は王室から指名された。知事はその実行委員会委員を選別し、これが上院の役目を果たした。知事と国王は議会の法案に対して拒否権を持った。しかし、法案に対する国王の不承認までには1年間を要したので、その間は法律が有効となった。ジョージ王戦争の時、知事は議会に2つの主体性を認めた。すなわち、 植民地の予算は5年ごとではなく毎年承認され、議会は予算割り当ての目的を承認しなければならないとしたことだった。下院議員の選挙は当初知事が望む時にいつでも行われたが、最終的に7年に最低1回は行われるとする法が成立した。ニューヨーク市が政府所在地となり、ここで議会が召集された。 1692年から1694年、ニューヨーク知事は、ペンシルベニア知事も兼ねた。1698年から1701年、マサチューセッツ知事とニューハンプシャー知事も兼ねた。1702年から1738年、ニュージャージー知事を兼ねた。1683年の議会大議員は、ロングアイランドから6人、ニューヨーク市から4人。 キングストンから二人、オールバニから二人、スタテン島、スケネクタディ、マーサズビニヤード、及びナンタケットから各一人、さらにメイン海岸のペムキドから一人、合計十九人だった。定員は1737年に二十七人、1773年に三十一人に拡張された。有権者は、年齢、性及び宗教に関わる要求事項に加えて四十ポンドの 自由保有権を持つことが要求された。40ポンドの自由保有権はしばしば無視された。ユダヤ人は1737年から1747年まで選挙権がなかった。田舎の軍部では半分を少し超えるくらいの男性が投票できた。無記名投票は有権者の独立を保護するものではなかった。選挙は保安官の監督の下で軍の町で行われ、 時には、突然の通知で、有権者の多くが、投票所に近づけない場合があった。候補者は通常投票所におり、はっきりとした勝者が自明であれば、挙手によって選挙された。ヨーロッパ人が到来する前の少なくとも500年間、ニューヨーク北部は、現在のオンタリオ、ケベック、ペンシルベニア及び、オハイオの一部と同様に色濃い連邦のファイブネーション。 タカローラ族が加わった1720年以降は、シックスネーションが支配していた。1644年には、18の異なる言語を話すキリスト教の諸派と異民族が居住していると考えられていた多民族社会であ。ヨーク公はこの状況を踏まえて、オランダ領時代の大農園所有を継続して認め、宗教的寛容も維持した。 入植者の不足を補うべく、オランダ領西インド会社が黒人奴隷を輸入していたため、英領になった時点で、ニューヨーク全体の人口の1割700人が黒人であった。ニューヨーク植民地の初期経済は主にビーバーの生皮のような毛皮貿易だった。ニューヨークの商業港としての重要性が増加し、ロングアイランドの農業地帯やハドソン川上流地域が発展し、 経済は発展してた様化した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。